こんばんは。私は長崎に住んでおります。大内靖子と申します。今日は日本の夏、私の夏の祝福というテーマでお話ししたいと思います。日本の夏といえばスイカですね。私は北海道で生まれましたので、北海道のスイカがとても美味しかったです。夕張に生まれましたので、夕張メロンをとスイカはとても美味しかったのです。おばあちゃんの家はですね、夕張メロンやスイカやいろんな果物やお米を作っていました。それで本当にその美味しいメロンとかスイカをたくさん食べさせてもらいました。そのおばあちゃんの家にですね、農家の、人たちのために作られた「家の光」という本がありました。それは今もですね、発行されています。で、その本の中にですね、アンドレ・ジードという人が書いた有名な「狭き門」という小説がですね、ダイジェスト版になって美しい挿絵とともにですね、載っていたんですね。私はその狭き門のダイジェスト版をですね、5、6年生の頃でしょうか、それを読みました。その時にですね、私は初めて聖書の言葉に触れたんですね。初めて聖書の言葉を読んだんですね。その言葉は、狭き門というのは、題はですね、聖書から取られていて、そして狭き門よ入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です、というふうに書いてありました。その頃私はですね、父が亡くなったりして、おばあちゃんの家から小学校に通わなければなりませんでした。ですからですね、子供心にいろんな疑問を持って、人生のですね、どうして生まれてきたんだろうとか、人は死んでどこへ行くんだろうかとか、人生何のために生きないといけないんだろうかという、そういう問題にですね、いつも考えて悩んでいるという、その時だったんですね。で、その聖書の言葉に出会った時に、私は狭き門より入りたいというふうに願ったんですね。そして私は17歳の終わりに、夕張キリスト教会という教会に導かれてですね、そしてクリスチャンになりました。そしてこの狭き門より入ってですね、私は本当に祝福されてですね、そして今北海道から、関東、四国、そして九州の熊本、そして鹿児島、そして今長崎に来てですね、生活をしています。長崎のスイカもとても美味しい甘いスイカに出会いました。私はですね、本当にそれを食べた時に、北海道の夏、本当におばあちゃんのところで食べたスイカとですね、巡り合ったような、そんな気がしました。そして今長崎で本当にイエス様を信じて生きています。そしてそれは私にとって大きな祝福であったのです。最後までお聞きくださりありがとうございます。またお会いいたしましょう。